こんにちは、メルルーサ丸岡です。今日はですね、10万円以下で iPad のフルセットを揃えろというねお話をしていこうと思うんですけれども、肌身離さず持ち歩く iPhone およびスマートフォンに比べて iPad ってどうでしょう、全員に必要なものではないですよね。そんな中でこの円安も相まって iPad もね、一番安いものでも6万9000円ぐらいしますから、周辺機器等々いろいろ揃えていったら十数万円20万円近くとなっていくわけです。かなりハードルが高いですよね。じゃあここで10万円だったらどうかと考えてみました。 iPad をそのまま思う存分使えるフルセットが10万円で手に入るんだったら、ちょっと iPad チャレンジしてみようかなみたいな人も増えるんじゃないかなと思いまして、ここ数日間ですね、いろいろと探ってみたわけですよ。そしてですね、これだったらかなりいいんじゃないかなというセットにたどり着きましたので、ぜひね、これから iPad を導入したいとか、あとは iPad を導入したいって相談されてるんだよねっていう人とか、よければ今回の動画を参考にしていただければかなと思います。はい、という感じでやっていくんですけれども、実はですね、しばらく前に平岡さんが7万円バージョンをやっていて、それのパクリ企画でございます。はい、というわけで早速紹介していきたいんですけれども、その前にね、今回の企画の前提をお話ししていこうと思います。まずですね、10万円っていうと新品っていうのはまずね、除外になってくるのかなと思います。ということで今回は中古を狙っていきます。私がよく使っている中古ショップですね、イオシスさんの中古製品からチェックしていこうと思います。イオシスさんはですね、個人的な観測ではあるんですけど、中古製品の程度がすごくいいんですよね。次にですね、 iPad のフルセットってなんだというところなんですけど、今回私が提唱していきたい iPad フルセットはですね、もちろん iPad 本体と、それから筆記用のペンシルですね、あとはキーボードなんですけど、せっかく最強セットなんであればトラックパッド付きのキーボードケースがいいよねというところで、キーボードはね、トラックパッド付きのキーボードケースにしようと思います。あとは結構除外されがちなんですけど、これね、絶対皆さん使っていると思うんですが、保護フィルムですね。これがないと怖くて使えませんので、保護フィルムも最強セットに入れていこうと思います。という感じで、本体とトラックパッド付きキーボードケースとペンシルと保護フィルムで10万円以下。これだったらこの円安の世の中でもだいぶ納得感があるんじゃないかなという感じですね。最後、ここが重要なんですけれども、中古といってもですね、いろいろあると思うんですけど、中古といえども今回のセットを買えば2024年の iPad ライフを存分に楽しめるよと、そういう内容にできればなと思っております。はい、ということで紹介していきたいんですけれども、今回紹介するものはですね、私の手元にあるものばかりなので、実際に製品を見ていただきながら紹介していこうと思います。まずは iPad 本体ですね。iPad 本体はこちらですね、 iPad Air 4です。 iPad Air 4の 256GB セルラーモデルですね。これがね、なんとイオシスの中古 B ランクで 77,800 円で売ってました。2020年発売の iPad Air 4の中でも上位グレードのね、 256GB モデル、そして iPad ってね、 SIM カードを入れられるセルラーモデルと Wi-Fi 環境がないと通信できない Wi-Fi モデルの2種類があるんですけど、そのうちの値段の高い方のセルラーモデルですね。 Apple Store で売っているモデルではなくて、ソフトバンクモデルなんですけれども、それがね、今回イオシスの中古品で 77,800 円で売られていたんですよね。中古 B ランクというと、くくりとしては経年劣化のみで目立った傷がない状態と書いてありました。 iPad Air 4って発売が2020年なので、それなりにね、擦り傷とかはあると思うんですけど、 77,800 円ならね、全然いいなっていう感じですね。で、この iPad Air 4なんですけれども、これはね、奥さんが使っているソフトバンクモデルなんですよ。私は初めて買った iPad が Apple Store 製の iPad Air 4なんですけれども、見た感じ全然差はないのかなと思います。普通に使う分にはね、ここにソフトバンクって書いてあったりとか、そういうこともないので、全然普通のモデルと変わらないんじゃないかなと思いますね。もちろん SIM フリーなので、ソフトバンク以外の通信会社の SIM でも全く問題なく使うことができますし、セルラーモデルに関しては SIM カードがなくても Wi-Fi 環境で普通に使うことができるので、 Wi-Fi で使いたいよっていう方もご安心ください。で、気をつけたいところは、キャリア製を買うときには中古ショップならほぼ問題ないと思うんですけれども、ネットワーク制限がかかっているものっていうのがあって、ネットワーク制限っていう項目が丸になっていれば全く問題ないのかなと思います。 iPad Air 4は2020年のモデルになるわけで、今から3年も前のモデルになるわけですけれども、これがね、結構すごくてですね、2024年現在でも全然使えるスペックを持っている iPad なんですよね。この iPad Air 4の中身っていうか、頭脳ですよね、チップが A14 バイオニックチップなんですけれども、この A14 バイオニックチップってバリバリの現行機種である iPad 第10世代と同じチップなんですよね。
ね。 Apple 自身が未だに現行機種として出せるぐらいのレベルのチップなわけですね。でさらに iPad 第10世代よりもいいところっていうのがあって、まずは画面ですね。フルラミネーションディスプレイが搭載されています。ちょっとね映像だと分かりづらいと思うんですけれども、この指と画面を隔てているこの中のアイコンの隙間っていうのが全く感じられないんですよ。なのでペンシルを使ってね字を書いたり絵を書いたりする機会が多いっていう方はフルラミネーションディスプレイのモデルを持っておいた方がいいのかなと思います。それとあともう一点が USB Type-C ポートの違いですね。見た目は同じ C ポートなんですけれども、 iPad 第10世代の違いで言うと、ここの転送速度っていうのが全然違います。どのぐらい違うのかっていうと、20倍こっちが速いです。例えば iPad の動画編集アプリで外付けの SSD をこのポートからつないでね、その中にある動画ファイルを直接編集したとしても全く問題なくやり取りできるレベルです。外部ストレージを貯蔵庫としてだけではなくて、アクティブなファイル置き場としても使えちゃうぐらいの速度感ですね。というわけでこの2024年もですね、全く問題なく使える存在かなと思うのがこちらの iPad Air 4ですね。一部ね機能的に対応していないところもあるので、それは後ほど説明しようと思います。 iPad Air 4でいうとストレージがね 256GB と、もう一個下の 64GB っていうモデルもあって、もちろん 64GB の方が値段は安くなるんですけれども、今回10万円セットの紹介ということで、やっぱりねユーザー的にはこれから iPad に挑むぞっていう方が多いと思うんですよ。そんな中で 64GB モデルって結構ね難しいのかなと個人的には思うんですよ。 64GB っていうと最近は iPhone でもねなくなってきているぐらいのストレージ容量ですし、時代とともにね日々コンテンツも容量が大きくなっていくわけですよ。そんな中で例えばね iCloud だったりだとか外付けストレージだったりだとか、そういう内蔵じゃないストレージをうまく使える上級者向けっていうのが私の 64GB モデルのイメージですね。なので予算に収まるんであれば、予算の中で一番大きなストレージを買っておくべきかなっていうのが最近の考え方です。今回は予算に収まるので 256GB を選びました。ということで本体にかなり値段を使ってしまったので、残金は 22,200 円となっております。この状態でキーボードケース、ペンシル、そして保護フィルムは揃うんでしょうか。はい、というわけで本体が手に入ったので、次はねトラックパッド付きキーボードケースを見ていこうと思うんですけれども、ちなみに Apple 純正のマジックキーボードの新品価格を見てみましょう。11インチ用が適合しますが、こちらが 44,800 円ですね。本体に 77,000 円使っているので、もう大オーバーという感じになっています。ただですね、今回は10万円以下でこの Apple 純正マジックキーボードを狙っていきたいんですよ。というのもですね、イオシスの中古製品を見ていたらですね、なんとこの iPad Pro 11インチ用のマジックキーボード実モデル中古 B ランクですね、こちらが 15,800 円で出てたんですよね。ちょっとね写真は表示されていないんですけれども、なんとこの値段でマジックキーボード純正が購入できるんですよね。こういうキーボードとかマウス関係ってね、人が直接ねペタペタと触れるものなので、意外とね中古価格がね Apple 製品にしては落ちやすいのかなという印象なんですけれども、中古の純正マジックキーボードって結構狙い目です。このマジックキーボードもね、意外とマイナーチェンジしてて、今新しいものとこの私が使っているものとかイオシスに出ているもので世代が違うと思うんですけど、 iPad Air 4には全種類対応すると思うので、全然初期モデルでいいんじゃないかなと思ってますね。今回はイオシスで販売されていて、中古ショップであればねしっかりと清掃もしてくれるんじゃないかなというところで、安心して購入できるんじゃないかなと思いますね。とはいえ、いくらねショップで綺麗にしてくれるとはいえ、中古のキーボードってなんか嫌だなと思う方もいらっしゃると思うんですが、ちょっと抵抗があるよっていう方はこちらですね。こちらね純正ではないんですけれども、私が以前レビューしたグージョドックのトラックパッド付きキーボードですね。これがマジックキーボードと同じようにこんな感じで取り付けて、接続はね Bluetooth 接続なんですけど、キーボードが付いていてトラックパッドが付いているというものです。ちょっと一癖あったりもするので、私はどちらかといえば予算に収まるんであればマジックキーボードを買った方がいいのかなとは思うんですけど、新品の方がいいなって方はレビュー動画出してますので、よければそちらご覧ください。これが通常価格 14,800 円で、 Amazon セールの常連で結構ね 11,000 円とかで購入することができますね。これもすごくおすすめです。なんですけど、今回はより最強なセットを目指していきたいので、中古のアップル純正マジックキーボードを狙っていこうと思います。はい、こんな感じでキーボードケースと本体が揃いました。もうこれだけでもね iPad 無双できちゃいますね。ただ iPad といえばね、やっぱりねペンで操作したいですよね。というわけで続いてはペンシルを紹介していきたいんですけれども、なんとですね iPad Air 4とこちらのマジックキーボードを押さえた時点で残金が 6,400 円になってしまいました。ここからねペンシルとあとは保護フィルムも購入しなきゃいけないので、さすがにね純正の Apple ペンシルは今回はパスしようと思います。キーボードは値段結構下がるんですけど、 Apple ペンシルはね需要が高いせいかなかなか値段が下がらなくて、例えば Apple ペンシル第2世代でもね 13,000 円とか
1万5000円ぐらいはしてしまうんですけれども、今回はそんな純正 Apple Pencil に引けを取らないぐらい素晴らしいサードパーティー製のペンシルを紹介します。はい、それがこちらですね、シスクルの BRB01 でございます。私のチャンネルを普段からご覧いただいている方はまたかよという感じだと思うんですけれども、もう一度紹介させてください。 BRB01 は iPad の側面で充電することもできますし、ここに Type-C ポートがあるので有線充電もすることができます。で、最近のサードパーティー製のペンシルってどれも本当に出来が良くてですね、筆記に関しては、筆圧感知はついていないものがほとんどなんですけれども、ほぼほぼ純正と変わらないような筆記ができます。で、ほとんどのペンシルがこんな感じでしっかりと描画できるんですけれども、このシスクルのお気に入りポイントとしては質感がね、純正の Apple Pencil に近いんですよ。で、結構サード製のペンシルってツヤツヤした質感のものが多くて、 Apple Pencil はサラサラとしたマットな質感なんですけれども、このシスクルの BRB01 はですね、サラサラとしたマットな質感なんですよね。なのでこんな感じで取り付けておくと、さも本物の Apple Pencil かのような振る舞いをしてくれるので、性能的にも見た目的にも本当におすすめしたいペンシルですね。こちらがですね、 Amazon でだいたい2500円前後で買えるんですよね。今もうセール対象になっていて2518円ですかね、購入できるんですけれども、セール中じゃなくても割とね、頻繁にクーポンを出していたりだとか、そんな感じで2500円前後で購入することができます。今回は予算っていうところもあるんですけれども、予算関係なしに本当におすすめできるサード製のペンシルかなという感じですね。まあ、どうでしょう、がっつりイラストを描きたかったりだとか、字の練習をしたいみたいな、そんな需要には合わないかもしれませんが、普通にメモ書き程度、簡単なイラスト程度だったらこれで OK かなという感じです。はい、ということでですね、 iPad Air 本体と純正のマジックキーボードと、それからシスクルのペンシルですね、この3点セットが揃った時点で、なんとですね、3882円も余ってしまいましたね。で、あとは残りは保護フィルムなんですけれども、これだけあればね、3800円もあれば本当にいろんな種類のフィルムが選び放題なんじゃないかなと思います。ただですね、今回は妥協せずより安くですね、行きたいと思いますので、激安のね、保護フィルムを紹介しようと思います。はい、それがこちらですね。こちらがですね、なんと300円のガラスフィルムですね。こちらのフィルムがですね、私ダイソーで購入したんですけれども、メーカーは山田科学というところですね。おそらく全国のダイソーで買えるんじゃないかなと思うんですけれども、こちらのフィルムがなんと300円なんですよね。で、私ですね、自分の iPad Air 5にこのフィルムを貼っているんですけれども、若干まあ指の引っかかりは高いフィルムと比べて強めかなと思うんですけれども、全然使えていますね。ただあまりにも安いので不安だよっていう方は1000円ぐらいのやつをね、購入するのがいいんじゃないかなと思います。で、ちなみになんですけど、もう200円出して500円払えばペーパーライクフィルムが同じくダイソーで売られているんですね。まさにこの iPad mini に貼ってあるのがこのダイソーのペーパーライクフィルムなんですけど、ちょっと音を聞いていただくと分かると思うんですけど、カリカリ言ってますよね。こんな感じで紙の質感を再現してくれるフィルムになるんですね。私1000円とかで2000円するペーパーライクフィルムも使ったことありますけれども、全く遜色ないなというのが正直なところです。というわけで、筆記を中心に行きたい人は500円のペーパーフィルムで、そんな筆記しないんだよなとか、ガラス製でね、強度高く行きたいという方はこちらの300円のガラスフィルムがおすすめです。で、じゃあ今回はこの300円のガラスフィルムにするとして、残金が3582円も余ってしまいました。なんとこのセットで10万円どころか、10万円でお釣りが来てしまうという、これはね、なかなかバリューセットなんじゃないかなと思いますね。で、ここでこの残金の3582円をお小遣いにしてしまうのもいいんですけど、私がおすすめしたいのはこの浮いたお金でですね、有料のアプリを購入するのがいいんじゃないかなと思います。ここは本当に用途に合わせてね、いろいろとあると思うので、自分に必要なものを購入するのがいいんじゃないかなと思うんですけど、私のチャンネルで以前紹介したところで言うと、ちょっとマニアックにはなってしまうんですけれども、自宅にある Mac を遠隔操作することができるジャンプデスクトップというアプリがあって、それが2200円で購入できるんですけど、やっぱり iPad ってかなり本体とかその周辺機器だけで高額じゃないですか。だからこれを買った後にね、有料でアプリに課金するってなかなか勇気がいると思うんですよね。私も有料アプリを買うときってかなりたじろぐんですけど、なんですけど今回みたいに予算10万円ってあらかじめ決まっていればね、余ったお金でね、買おうかなっていう気にはなれるんじゃないかなと。そういう意味でもあらかじめ予算を決めてね、挑むっていうのはありな選択肢なんじゃないかなと思っております。はい、というわけで、なかなか良くないですか？これで10万円です。これで10万円だったら、この円安の世の中でもね、かなりお得感を感じられるんじゃないかなと思っております。で、続いてなんですけど、このセットっていうかね、今回 iPad Air 4っていう3年型落ちのモデルを選んだわけですけど、なんでこの3年っていうか、今2024年の1月なので、3年以上も型落ちのモデルを選んだのかというお話をしていきたいんですけど、まず一つは値段なんですよね。そこそこストレージ容量があって、しっかりと使える性能を持っているモデルの中で、一番安いのが今のところこの iPad
iPad Air 4なんじゃないかなと思っています。で、型落ちは型落ちなんですけれども、多分ね、あと3年4年ぐらいはしっかりとアップデートが来て使えるマシンなんじゃないかなっていうところで選びました。で、軽く調べてみたんですけれども、最新の iPadOS っていうのが iPadOS17 なんですけど、これが iPad Air 3まで iPad Air は対応しているんですね。で、 iPad Air 3って2019年の発売モデルなので、その iPad Air 3がですね、 iPadOS17 まで対応しているということは、2020年発売のこちらの iPad Air 4は確実に iPadOS18 まで、なんならその次ぐらいまでは全然対応してくれるかもしれないですね。で、ここでちょっとね、間違いがちなのが、 iPadOS が打ち切られたらもうアップデートされないのかっていうと、そういうことではなくて、最新じゃない OS でもセキュリティ用のアップデートっていうのは来るんですね。なので、新しく入った機能的なところには対応しないんですけど、安心して使える期間っていうのはそっからさらに3年4年ぐらいはあると思うんですね。というところで考えると、今後数年ですね、なんならこの iPad のバッテリーがね、若干へたってきちゃうなぐらいの、そのぐらいの時期までは使えるんじゃないかなと踏んでいるわけですね。これはね、あくまで予測なので、確実にこうなるということは言えないんですけれども、そんなところで iPad Air 4を選択しました。で、最後に注意点ですね。途中で iPad Air 4は iPad で想定できる作業のほとんどに対応していると言ったんですけど、一部対応しない機能っていうのがあって、それがステージマネージャーですね。ステージマネージャーっていうのは iPad の普段のタブレット用の表示ではなくて、 PC のデスクトップ画面みたいにアプリをね、このウィンドウで小さくして何個も配置するような、そんなことができるような機能になっています。それがですね、 iPad Air 4は対応していないんですね。で、それに伴って外部ディスプレイ出力、これもステージマネージャーの1機能なんですけど、これも非対応ですね。外部ディスプレイへの出力自体はできるんですけど、 iPad Air 4はミラーリングといって、 iPad Air 4に表示されている画面をそのまま投影するみたいな、そういう使い方しかできないです。あと注意点としてはですね、まあ当然といえば当然なんですけど、中古購入でいろいろと揃えているので、 Apple の保証ですね、 Apple Care とかはつけられません。ただ今回の iPad Air 4みたいに中古販売店で買う場合は、数ヶ月間の保証がついていたりだとか、 EOSIS の場合は延長保証みたいなね、手厚い保証を課金すればつけられるので、値段自体はフリマアプリの方が安く済ませられはするんですけれども、そういう部分を考えるとやっぱりね、お店で買うのがいいのかなと思いますね。はい、というわけで以上となります。今回は予算10万円で iPad の贅沢セットを揃えてみようということでですね、私的に一番最適であろう iPad、 そして周辺機器を揃えてみたんですが、いかがでしたでしょうか。 iPad ユーザーの皆さん、よければ他にもこんなセットがいいんじゃないかとか、ここをねこうした方がいいんじゃないかとか、コメントしていただけるととっても嬉しいです。これから iPad 買いたいとか、友達の相談を受けているという方は、ぜひこの動画を参考にですね、選んでいただければかなと思います。ぜひ皆さんも、買う予定はないけど予算このぐらいだったらどれになるかなみたいな、ネットをうろうろしてみると結構楽しかったりするのでね、やってみてください。はい、というわけで以上となります。このチャンネルでは Apple 製品のお話をよくしておりますので、よければ他の動画もチェックしてみてください。それと、今回の動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録やグッドボタンで応援よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。めるるさまるおかでした。バイバイ。